<music> はい、おはようございます榎本隆です。本で今日のテーマはえ「飲食店はセールスをしろ」という話をしたいと思いますまあ飲食店のね経営者の方は多分セールスするって超苦手なことだと思うんですよねで特に飲食店の場合はお店に来てもらえさえすれば100%お客様が購入してくれるっていう商売なのでどうしてもセールスっていう意識が低いと思うんですよねでも 実際はセールス力が上がれば必ず単価も上がりますし売り上げも上がりますというわけでぜひ飲食店経営者のあなたもセールス力をつけてくださいそして今日の動画の詳しい解説を文章で動画の説明欄にも入れてありますのでぜひそちらも見てくださいそれでは今日も一日張り切っていきましょうあなたはできる